スマッシュスタジアムとは2020年3月11日より稼働開始したプッシャーゲームである大型メダルゲーム機。開発発売元はコナミアミューズメント。スピンフィーバーシリーズの流れを組むバンパー抽選を採用している。1台につき1から6人プレイが可能の大型プッシャーゲーム機である。同社のスピンフィーバーシリーズの特徴であったピンボールの バンパーを使用した物理抽選を進化させたフィーバーラッシュ、ジャックポットラッシュが本作の目玉。ファンタジックフィーバーシリーズ以来となる横向きにスライドするプッシャーを採用している。スロットや演出にも独自の要素が多数存在し、既存マシンとの差別化を図っている。メダルの投入方法は通常通りメダルの投入に合わせてエントリーホッパーからメダルが発射される。 メダルモードとメダルをクレジット分として貯留し手元の発射ボタンを押して任意のタイミングで発射するクレジットモードがある。モードの変更はメニュー画面から行うことができる。メダルの発射はフィールド上段奥側とフィールド下段奥側の2カ所から行える。発射口の角度は マーブルフィーバーと同様に左右のボタンを押す長さに応じて調節が可能。また、メニュー画面では、オートエントリーを設定することができ、投入する枚数と速度を決定し、メダルを自動投入できる。フィールド下段にある、スロットスタートと記された赤枠のチャッカーをメダルが通過すると、スロットが回転する。最大10個までストックが保留され、10個ストックが保留された状態で、 チャッカーに通過するごとに、オッツが上がっていく。スロットストックには、当選が確定しているものや、当選枚数が2から10倍に上がる倍率付きのものが、現れることがある。また、オッツとは、関係なしに当選枚数が増加する上の選出が、発生することがある。なお、本作には、格変は存在しない。代わりに、フォーチュントリニティシリーズ等のゴールボーナスに相当する。 ボーナスゲームが存在する。通常時のスロットで当選することに画面上部のゲージが溜まり7回当選するとボーナスステージに突入する。スロット中にダイレクトボーナスゲームが揃うとゲージとは関係なしに突入する。ボーナスステージではスロットのリーチ率、当選率が上昇するほか通常時のスロットで当選した際のオッズに応じて決定された枚数が 左画面に表示され、ボーナスゲーム中に、スロットに当選すると表示枚数が上乗せされる。フィールド上のボールを一つ落とすと、ボールルーレットによる抽選が発生し、以下のボーナスが得られる。レベルアップ役に止まると、ルーレット盤面が5段階まで、パワーアップするのが特徴。フィールド上のボールを5つ落とすと、フィーバーラッシュに突入する。このゲームに突入すると、 マシン中央の抽選フィールドに鉄球が2球、アイテム獲得により、最大5球発射される。2種類の方式の抽選を成功させると、ジャックポットチャンス獲得となる。1つ目の抽選は、抽選フィールド上のバンパーにボールを100回にヒットさせることが目的となる、スピンフィーバーのフィーバーゲームに近いルールである。抽選フィールドには6つのバンパーがあり、 ボールがヒットすると1回につき1枚のメダルが上部、払い出し口から払い出される。フィールドの中央には円盤が設置されており、ゲーム中は円盤が回転し、中央に寄ってきたボールを吹き飛ばす。抽選フィールドの3箇所にはアウトゾーンがあり、ここにボールが入ってしまうと、フィーバーラッシュが終了となるが、3箇所に4つずつ、計1 2のアウトブロックがあり、アウトを防いでくれる。 フィーバーラッシュの開始直後は、一定時間の間ブロッカーが青く点滅し、ボールが当たってもブロッカーが外れない、無敵状態になるが、点滅終了後は、一度ボールが当たると、ブロッカーが外れる。100インに到達すると、すべてのアウトブロックが復活し、すべてのライトを消せ、というミッションが発生する。6つのバンパーに、各5回ずつボールをヒットさせることが目的となる。 この抽選からは一度バンパーにボールがヒットするごとに2枚のメダルが払い出される。すべてのライトを消すとジャックポットチャンス獲得となりボールがなくなるまで抽選が継続する。この際のメダル払い出しは上部からではなく通常のメダル払い出し口から行われる。12すべてのブロッカーが外れるとその時点ですべてのブロッカーが復活し、 同時に再び一定時間の無敵時間が与えられ、大逆転のチャンスとなる。スーパー、フィーバーラッシュ通常ゲームで7図柄が当選した時に、挑戦権を得られる。ルール自体は、フィーバーラッシュと変わらないが、ジャックポットチャンスの権利を獲得するまで、アウトブロックが無敵になる。また、ジャックポットチャンスでは外れますが出現しない。ジャックポットラッシュが2マス。 スペシャルジャックポットラッシュが3マス。JP ラッシュ終了後に限界突破ポケットに入賞していれば挑戦できる。通常時と異なり、ボールは6球で一定枚数を突破するごとにアウトブロッカーが復活し、ボールが減っている場合は6球に戻るよう不足している分のボールが追加される。バンパーヒット時の枚数は JP ラッシュ終了時のものを引き継ぐ。マックス10枚。 なお、JP ラッシュ中の限界突破ポケットは、最速 3R 目に出現、かつ、限界突破ポケット入賞の次ラウンドは、限界突破ポケット入賞恩恵による、継続確定の得点があるため、理論上の限界突破フィーバーラッシュの、バンパーヒット枚数の最低保証は 5R 終了から、突入した場合の1ヒット8枚。ジャックポットラッシュには2種類あり、通常のジャックポットラッシュと、 スペシャルジャックポットラッシュがある。ジャックポットラッシュの抽選は高速バンパーゾーンとクルーンによる物理抽選ゾーンに分かれている。どちらのジャックポットもジャックポットチャンスを突破しなくてはならない。バンパーに当たると設定されている枚数が獲得枚数に加算される。ジャックポットチャンスジャックポットラッシュスペシャルジャックポットラッシュ。ありがとうございます。